はい、おじです。速報です。ね、突然の変更に、驚いた。びっくりくりくり、くりくり。ね、3日半後から突然の仕様変更、楽天リンク。ひゃー、びっくりしたね、ほんと。はい、内容見てみましょう。ドキューン。ね、はい、12時13分ね、まだついさっきのことなんだけども、ね、楽天リンクで通話とメッセージ履歴に仕様変更、ね、一定期間経過後は削除、ね、まあ一見えって思うけども、これってまあ当たり前のことなんだよ。別にいいことでも悪いことでもないんだけども、まあ、これ当たり前のことなんだけど、ちょっとね驚くのが本当ね、これなんだよね。楽天モバイルはアプリ楽天リンクでの通話とメッセージ履歴の保存期間を6月30日から変更する。今6月26日のお昼だよ、ね、0時からだから26でしょ、ね、であと半日後が27でしょ、だ今日26でしょ、27のお昼、28のお昼、29のお昼で、その感じが、だ3日半後なんだよ。突然だよ。従業員を解雇するときでさえ、最低1ヶ月前に予告するでしょ。ね。もう明日から来るなっつって、わーいってなっても、1ヶ月分払わなきゃなんないってあるでしょ。ね。なんでもさ、契約した時の内容を要は一方的に変更するわけでしょ。その猶予期間というかさ、その内容で使ってる人のこと考えないのかな。突然3日半後かなってびっくりしたんだけど、現行の仕組みでは通話履歴とメッセージ履歴は共に無期限に保存できるようになっているが、6月30日0時以降通話履歴は通話の発着審理から180日間、メッセージ履歴は送受審理から730日間の保存期間が設けられる。公平かつ快適なサービス提供のため、利用方法によってはデータ保存期間を変更する場合があるという。この内容が、公平じゃないじゃないか。楽天リンクの通話とメッセージ履歴は端末ではなくクラウド上にのみ保存される仕組み。これは困っちゃうね。削除された通話履歴とメッセージ履歴は復元できず、保存が必要な場合は各自で画面を保存するなどして対応するよう呼びかけている。ね。で、ここで、何が困るのかっていうと、ね。まあ別にいいんだよ。この変更はいいんだけども、要は楽天、モバイルってほら犯罪に多く使われてそうなイメージが多いでしょ、すごく。で、まあ、いろんな刑事事件が、証拠としてね、で捜査も結構長いから、でその履歴自体を要は証拠としてね、使う場合にそれが、一定間パンって消されちゃうっていうね、このクラウド上にしか残らない、このクソ仕様ってやつ。ここ自体が問題で、通常だと、お客さんがね、何日くらいで設定したりとか、ね、自分で消すとか、ね、残すとか、こう決められないと困るもんだと思うんだけど、ただ、これはね、もう、クラウド上からっていうか、要は、契約人数が増えてくると、いろんなサーバーとかもね、パンクしてくるだろうから、まあ、こういうものはもうしょうがないなと思うし、この内容自体はいいんだよ。だ突然3日半後から変えるよって、しかもね、7月1日からではなくて、6月30日0時以降って、なんでそんな半端なのっていうね。で、またこの月末とか、付き始めて、絶対になんかバタバタする時期だし、何かを変更すると、絶対にまた、不祥事を起こすでしょ？トラブルを。だから、そうならない時に、こっそりできないの？って思うんだよ。ね。
利用者のリスクを最低限にできないのかなって思うんだよね。で、なんで頭悪いのかなと思うんだけど、この公平かつ快適なサービス提供のため、利用方法によってはデータ保存期間をって書いてあるけども、この利用方法ってどんな利用方法なんだ、ね、で、そこを公開しない。これおかしいだろ、これ。おかしいだろ？だから組織のトップがおかしいから、こういうのもみんなおかしくなってくるんだよ。ね。じゃあ、おじいだったらどうするのかっていうと、もうクラウド上にしか保存できないんだったら、それはしょうがない。しょうがないけれども、その、1ユーザーあたりの保存できるデータがね、1ギガ未満とか、ね、500メガ未満とか、その、履歴なんてさ、データ食わんじゃん。何キロバイトでしょ？そんなもの。ね。で、それ食わないんだから、だからこの利用によってはって、バカバカ利用してると、その時データ量食うからっていう意味だと思うんだけど、あー、もう我慢してるけど言いたい。楽天モバイルのボワーガーね。だから本当に、一人頭のデータ保存容量の上限をね、何メガバイトとかね、10メガとか、1メガとか10メガとかね、だいたい1キロくらいあたり何キロバイトで、だいたい30件分とか50件分とか100件分とかね、まあ、それに相当分するぐらい。で、それ以上増えてきたらね、その、期間内でもね、フリーモン中からどんどん上書きされていきますよっていう、ドライブレコーダーの、ね、上書きの、あれと同じような形で割り当てればいいんだよ。利用方法によってはね、保存期間を変更、お前だけから短くするとかね、じゃああんた使ってから長くしてあげるとかっていう、それは、公平じゃないじゃん、快適かどうかわかんないけど、ね、この公平さに欠けるじゃん。使い方によっては変更するよって、これ公平じゃないじゃん。おじいないということはおかしい？本当にこの公平というこの2文字を出すのならば、一人当たりね、何件までの保存ですよって、なんでPHS 自体からみんなそういう、あれで、ガラケーからそうなってるじゃん。なんでそれに習わないの？どうでしょう？大盤振る舞いで大風呂敷広げたはいいけども、ね、今畳みかけないでどんどん畳んでるところでしょ？それはいいんだよ、別に。ただこの公平さに欠けるじゃん。そういうのはやめようよ。頭を使えば公平にできるじゃん。そうすれば不満を持つ人はいないんだよ。ね。だって、こういうのってさ、ね、例えば無制限でデータをね、使ったりするサービスでしょ？楽天って。でも、じゃあ、2980円使ってね、3テラ使ったっていう人と、ね、わしゃー30ギガしか使ってないぞとかってね、って言っても、それは使う使わないは本人の自由なんで。ね。だから、そのとこに、公平さというのは、ユーザー自身が決める。ね、この枠の中でっていう。それでいいと思うんだよ。だ一方的に、公開されていない内容で、その公平さと両方法でどのこのでね、変更する場合があるっていうね。それは、おかしいと思う。こういうやり方っていうのは。本当に、悪徳ワンマンのやり方だと思うよ。本当に。ね。プーチンと何ら変わりないよ。ね。北の黒電話と何ら変わりないよ、ね。こういう考えをもうちょっとね、できないのかな、普通に、まともに。柔軟にというか、結果的には楽天モバイルのプラスになるし、何件までだよっていうのにすればいいし、それかね、あと、その履歴をね、じゃあ、ダウンロードできるようにするとかさ、ね。半年後に、ね、消えるなり、何件ごとに消えるっていう、その180日間もいらないじゃん。何メガだったら、別に。
ね、一人頭何メガだったら、あ、やばい、そろそろパンクしそうってなったら、ダウンロードすればいいんだから。ね、まあ、スクショ取るなり、なんなりじゃ、スクショじゃ大変かもしれないけど、ダウンロードさせてあげればいいじゃん、別に。それぐらいのサービス、簡単でしょ？実現するのって。ね、そう思った。なので、まあ、3日半後からっていうのも突然すぎるし、だこういうのが嫌い、楽天の場合って。突然。ね、おかしい。この、実行する。悪いとは言ってないけども、3日半後から突然にって、こういうのがいつもおかしいんだよ。ね、良くなることだったらいいけども、悪くなる制限を突然やるっていうのは、北の黒電話と同じだよ。ね。そうもね。はい、皆さんはどう思いますか？まあ、大した内容ではないかもしれないけども、おじいが言ってることっていうのは、この何メガぐらいにおっしゃることによって、その半年後とかっていう、そういう制限もね、なくすことができるじゃん。別に。まあ、それプラス容量でやってもいいわけじゃん。ね。この不平等な、この人によってはね、変えるよっていうのがなくなる。明確にできるじゃん。定義を。ね、半年もしくは、100件を超えたものから上書きしていきますよっていうね、ぐるぐるぐるっていう。どっちかすれば、こういうことをしたことで済むんだから。そう思わない。単純でしょ？本当。単純なことができない、楽天モバイル。何考えてんだろうね、本当ね。それを実行することによって、半年間って言うと、じゃあ、どんだけ用意してあるんだよっていうね。だどんぶり勘定で、レンタルライフみたいに、ね、ああ、じゃあ、こんぐらいの容量を、じゃあ、データ保存にしてて、あまり目立って使う人はちょっと制限してあるって、このやり方がダメなんだよ。公平なんだったら、人頭の枠をちゃんと、ちっちゃくてもいいから、こうやって用意してきゃいい話なんだよ。ね。ダメだね、本当に。三木谷くん。ね。三木谷くん、ね、ほんと。頑張れよ三木谷くん、こんなに応援するんだから、おじいは。ねえ。おじいはもう審査を放置されて、ね、6月10日に申し込んだのを審査放置で、審査中ですね。ね、もう本日26日の16日放置されてるよ。延々と放置するんだろう、これ。惜しいほど楽天モバイルをこんなにいっぱいアピールして応援する人いないのに、なんでこんな恩人に対してそんな冷たいことができるの、ね、信じられないよ、本当。三木谷くん、ね、はい、じゃあね、あ、ここにいた三木谷くん、ね、ほら国民の皆さんにお詫び謝罪、ね、三木谷くん、はい、じゃあ終わります。またね。バイバイ。